女性天皇と共に明るい日本を実現する会では、昨年に引き続き、雅子皇后陛下と、敬宮愛子内親王殿下の、ご生誕祝賀パレードを開催いたします。本日、東京都公安委員会より、パレードが許可されましたので、皆様にお知らせいたします。パレードは、2023年12月2日、土曜日の開催となります。正午12時に、渋谷区立、代々木2丁目葵公園を出発し、約30分かけて、新宿区立新宿遊歩道に向かいます。公安委員会の指導で、葵公園で集合し、整列後、12時からパレード開始となります。ご参加いただく皆様には、11時30分前後に集合いただき、11時45分から整列となります。なお、パレード開始後は、隊列にお入りいただけなくなりますので、お早めに集合いただきますよう、よろしくお願いいたします。当日の飛び入り参加も可能ですので、多くの方にご参加いただけると幸いです。集合場所の詳細、参加登録、自作のプラカードの使用、悪天候の場合の開催等、パレードの詳細につきましては、動画の概要欄に掲載しておりますので、一度ご確認ください。女性天皇と共に明るい日本を実現する会主催のご生誕パレードは今年で3回目となります。今年も主催させていただけるのも、ひとえにご支援いただいております皆様のおかげです。本当にありがとうございます。当日は YouTube ライブでパレードの様子をお伝えしていきますので、よろしくお願いいたします。それでは、当日、皆様にお会いできるのを楽しみにしております。女性天皇と共に明るい日本を実現する会。代表、久保田圭。